始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日は100円ショップのプルルパフとロージーローザのジェリータッチスポンジ、こちらがね、どうやら SNS で似てるという風に話題になっているので、レビューをしながら検証していきたいと思います。はい、ということで今回はこちら100円ショップに売っているプルルパフハウス型 2P のレビューになります。こちらはですね、100円ショップのキャンドゥセリアに取り扱いがあります。こちらの商品は私はキャンドゥで購入しました。ダイソーには置いていないみたいなので注意してください。で、皆さんこちらのね、プルルパフってご存知でしょうか。こちらのロージーローザのジェリータッチスポンジはご存知の方多いと思います。こっちはですね、水で膨らむようなハウス型のスポンジになってるんですけど、こっちも同じような感じのスポンジです。こっちが2個入りで108円、こっちが6個入りで480円ですね。こっちが2個で108円で、こっちが6個で480円なので、こっちの方が安いですよね。1個あたりは。はい、では早速比較レビューしていきたいと思います。はい、まずこちらがプルルパフですね。そしてこちらがロージーローザのジェリータッチスポンジ。こっちがプルルパフで、こっちがジェリータッチスポンジです。大きさはジェリータッチスポンジの方がちょっと大きいですね。で、硬さはジェリータッチスポンジの方がすごく弾力があって硬い。こっちは結構まあ柔らかい感じ、空気を含んでる感じはあります。ではね、実際に水に入れて膨らませてみたいと思います。まずプルルパフですね。次にジェリータッチスポンジですね。はい、水を吸わせてみるとこんな感じです。水で膨らませたらね、どっちも同じぐらいの硬さにはなりました。とてもね、見た感じも似てますね。なんか肉眼でよく見てみても、このキメの細かさっていうのがすごく似てます。で、触ってみた感じは若干こうジェリータッチスポンジの方がつべつべしてて、ジェリータッチスポンジの方がキメが細かいのかなとは思うんですけど、そんなにこう大差はないですね。見た感じも全然同じって感じ。タッチしてみた感じはこっちの方がもちもちする感じがあります。こっちの方がどちらかというとふわふわしてて、でもそんなに大差って本当にないなって思いますね。なんか、うん、なんか似てる。はい、ではちょっと実際に実験として、手の甲にね、ファンデーションをこの2つのスポンジを使って塗ってみて、仕上がりの違いっていうのを見ていきたいなと思います。同じぐらいの量のファンデーションを取って、じゃあプルルパフで伸ばしてみます。ジェリータッチスポンジは、こっちがプルルパフで叩き込んだ方で、こっちがジェリータッチスポンジで叩き込んだ方です。カメラに映るほどの差はないんですけど、自分がやってみて感じたこととしては、プルルパフの方がちょっとだけスポンジを多く吸うような気がします。ジェリータッチスポンジの方が、やっぱり目が細かいからなのかわからないんですけど、スポンジがファンデーションを吸い込む量っていうのがちょっとだけ少ないような感じがします。で、仕上がりを見てみても、プルルパフでやった方よりも、ジェリータッチスポンジでやった方が、まぁ、ちょっとだけこう、しっかりめにカバーされてる感じ。プルルパフでやった方は、ちょっとこう、結構吸われちゃってて、かなり薄付きに仕上がってる感じがありますね。はい。検証結果としては、プルルパフとジェリーパフスポンジかなり似てます。かなり似てるんだけど、やっぱり弾力とかキメの細かさっていうのはこっちの方が上ですね。ただ、この形とか大きさとか使いやすさ、仕上がりっていう点でも、本当に全然大差ないと思います。まあ、ジェリータッチスポンジもそんなめちゃめちゃ高いって感じじゃなくて、6個で480円なので、1個ほんと80円ぐらいですよね。こっちのプルルパフは1個50円ということで、そんなにどっちもめっちゃ高いっていうわけじゃないから、買いやすいとは思うんですけど、まあね、ジェリータッチスポンジが売り切れてる時はプルルパフを買うとか、そういう代用もできそうなぐらい本当に似てますね。結構今の時期ってね、厚塗りにベース作っちゃうとすごく崩れやすい時期なので、今の時期は本当私こういう水で膨らますスポンジでベース作ってます。すごくね、どっちも綺麗にベース作ることができるのでおすすめです。はい、ということで今回は100円ショップのプルルパフとロージーローザのジェリータッチスポンジを実際に比較しながらレビューしてみました。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter
Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ちゃんでした。バイバーイ。